はい、こんばんは、ホームレスです。皆さん夏のムチ暑さどうお過ごしでしょうか。ムチ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 してすごい暑い日々を過ごしてませんでしょうか。まあ、これから梅雨入ってね、もうもっともっと本格的な、まあ、夏になっちゃうんですけどね。たっちゃんがね、ホームレス何日か経験してですね、ホームレスなりのですね、暑い時の涼み方、こちらですね、いくつかありますんで紹介したいと思います。まず第一つ目がですね、イオンタウンですね。イオンタウンの、まあ、各地方のイオンタウンのですね、冷房効いてるお店をですね、ただただウィンドウショッピングしながらですね、見て回ると。まあ、いいものがあればで、ね、なんか買えばいいんでね。本当、まあ、目も楽しめますし、健康にもなるし、冷房も効いてるし、まあ、一番いいんじゃないでしょうかね。はい、そして次がですね、インターネットカフェですね。インターネットカフェ、昨今のインターネットカフェはですね、飲み放題もついててですね、その出る時間、入った時間とですね、出た時間ですね、その時間に応じて、まあ何時間パックとか言ってね、一番お得な料金になるようになってるんでね、まあ夕方で出たいとかね、夜まで出たい、暗くなるまで居座りたいとかいろいろあると思うんでね、まあそれは適当に出ればいいと思いますね。大体でもね、9時間いると1500円とかじゃないですかね。まあそれはお近くのインターネットカフェでね、調べてみてください。はい、あとですね、最後一番タイちゃんがここがいいんじゃないかなって思うのがですね、カラオケボックスですね。カラオケボックスの昼のフリータイムとかがですね、まあ、これお店によって違うかもしれないんですけど、11時から夜8時までで、まあ800円とかだったりするんでね、まあ数百円、まあ1000円切った値段でね、入れるんでね、すごいいいかと思いますよね。暑い時そのままずっと入れるし、エアコンも効いてるし、あと飲み放題もついてますね。大体あと一番いいのがですね、個室になってるんでね、もう何やってもいいんですよね。もう何でもできるんですね。まあ、やっていいことと悪いことはあると思うんですけど、楽器弾くぐらいは全然大丈夫ですね。本当何でもできて個室になってて、もう疲れたら寝ればいいしね。一番いいかなと自分は思ってます。まあ、皆さんもね、ホームレスになったらね、夏暑くてしょうがないときね、どうすればいいかっていうのをね、参考になればと思います。元気よくホームレスしてき、元気よくホームレスしていきましょう。アディオース。いただきます。今日もアメリカ、いや間違えました、マイバル海岸に来ました。今年の夏はここでジェットスキーとかバナナボート引きますんでね、皆さんのご来場お待ちしてます。元気よくホームレスしていきましょう。アディオース。なんだあれは、囚人の、いや、UFO の一人で何か始めました。超高屈じゃないでしょうか。これ UFO が降り立つところを地平線が何か一人マーズの月に行ったのではないでしょうか。大丈夫、とんでもないものを見てしまったのです。大丈夫、我々はこの米原海岸でとんでもないものを見つけてしまったのです。大丈夫、やられる。ガッ、thank you.
ただきます。はい、ホームレスです。エモバラのスタジオクローブ、ロックンがおしっこするところです。ここがもう声出ない。はい、こんばんは、ホームレスです。今からロックがトイレに行きます。いただきます。はい、こんばんは、チャーシュー坊やです。今日も夕日に黄昏れてますね。はい、元気よくオムレしていきましょう。アディオス。何をしよう。